あと、カトパンもそうか。えー、目覚まし卒業ということで、これもスポニチアネックスの記事によりますと、えー、素敵な思い出でいっぱいです。えー、本当に幸せな8年でした。ありがとうございました。と、目に涙を浮かべながらも笑顔で挨拶したということで、でカトパンはこのままフジテレビを退社して、それでまあフリーになってね、またいろんな番組出るんでしょうけれども。